今日は松尾設計室の松尾さんが来ていただいたので、ついでに質問っていうか、いつもここに来てくださる方にはインタビューしてますので質問したいと思ってます。建築家松尾和也がやってきた省エネで日本トップレベルの設計事務所なんで、質の高い温熱環境の鬼ですパッシブハウスジャパンの理事なんですね。だから私からすると全部松尾さんから教えてもらったっていうような感じです。まずは質問をしていきたいなと思ってます。まあ質問の事項からですね、自己紹介、本の紹介をしてもらって、自然健康エコハウスの罠っていうのがあるんで、断熱素朴な疑問と終点をちょっと知りたい、換気とレンジフードの疑問、空調エアコンの疑問、オーバーヒートについてちょっと聞いてみたいんです。断熱しすぎちゃダメなのかなっていう私の疑問なんですけどね。なぜ業界が断熱気密に抵抗するのか、抵抗するような気がするんですよね、うん、業界全体がですね。その一つ一つをちょっと聞いてみたいと思います。はい、まずは松尾さん、はい、自己紹介お願いいたします。はい、私兵庫県で設計事務所をやっておりまして、で、まあ過去13、4年で、まあ、200数十棟の高断熱、高気密住宅を手掛けてきました。で、私今44歳なんですけれども、16歳の時にですね、父が大手住宅メーカーで、まあまあの家を建てたんですけれども、で、県営住宅、ボロボロの県営住宅からですね、うん、その大手住宅メーカーの新築で綺麗な家に引っ越したらですね、はい、前の家より全然暑くて寒かったっていうのを16の時に経験したんですね。はいはい、で、それで見た目はすごく綺麗になったのに、はい、前の家の方がはるかに快適やんっていうのが、自分の中ですごくこう、葛藤というかですね、これは贅沢なのか贅沢じゃないのかっていうのが分からないっていうのがあって、はい、それで大学で建築学科に進んだ時に温熱環境の研究室に行ったんですね。そこがもう僕の全てのスタートなんですよね。なので自分が、まあ、自分の失敗というか、まあ、親の失敗というかですね、それがあったから、はい、まあ、身に染みて温熱環境を、まあ、大事にするようになって今があるっていうですね。なるほど、はい、そういうことになります。失敗から学ぶってことですね。そうですね、はい、大学で温熱環境に入ろうってなかなか少ないんじゃないですか。あのね、ちょうどその高1で引っ越して高校2年生の時に、僕当時から新聞を読む癖があったんですけど、新聞で OM ソーラーって言って、あの太陽熱を温めた空気をまあ屋根通して床下に送ってっていう、両面開きの見開きの一面広告っていうのがあの新聞に出てたんですよ。でこれ見た時にこういうのがいいんじゃないのって高校生ながらに思ったんですよ、ね。はいはい、で大学の僕の行ってたあの九州大学の研究室っていうのは、うん、まさにそれを研究してる研究室やったんですよ、はい、でこの研究室に入りたいっていうのが結構大学に入った時から思ってて、はい、でまああんまり温熱環境の研究室って衣装系の研究室みたいに倍率高くないので、はい、結構何の問題もなくシュッと入りたんですなるほど、そういうこと、はいはい、面白いです、はい、そういう流れです。わかりました、ありがとうございます。はい、今設計事務所をしていて、はいはい、年間どれぐらい設計してるんですか。まあ、20から25棟ぐらいですね。そんなにしてるんですか、はい、すごいですね。スタッフが何人目ぐらいですか。スタッフが、まあ、常勤で僕以外に7人ですね。あ、はい、設計事務所としては、はい、なんかエリアみたいなのってあるんですか。まあ、8割9割兵庫県、8割9割そうですね。で、まあ、1割大阪京都があってみたいな。で、あと工務店さんからのモデルハウスの設計依頼になったら、これはもう全国ですね。全国で、はい、あ、一般の方で例えば遠く関東の人っていうのはダメなんですか。今日も、はい、まあ、実は今も大橋さんにもね、はい、一見僕の友達が横浜で家建てたいって言ってるのどうですかって相談してると思うんですけど、はいはい、そういうのとか、うん、まあ、それから直接の友人とかがどうしてもっていうこととかであったりすると、はい、まあ息受けすることもあるという感じですね。なるほど、はい、わかりました。この虎さんの下にあるこれは自分で書かれた本。そうですね、これは僕が単調で、はい、後のやつは、まあ、あのいろんな先生方とかとの協調になるんですけど、またご興味ある方は Amazon であの検索をかけていただいたらと思います。そうですね、この本すごく分かりやすいというか、はい、プロも見てもいいぐらいですよね。っていうかプロ向けに日経ホームビルダーっていうプロ向けの雑誌に、はいはい、月に1回連載してた記事を、どうせやったら本にしませんかってなった本がこれなんですよ。なるほど、なるほど。なのでこれ一般の方を全く想定せずに書いた本なんです、はい、ね、ぜひ買ってください、一般の方、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次の質問です、はい、自然健康エコハウスって、私も自然とか自然素材、この家全部自然素材作って、うん、エコハウスっていいんですよみたいなので売ってたんです、うん、
でもね、そこで大体私はこの家を作った時に、なんでこんな寒いんだろうって失敗を犯すんですそういうところの罠をどういうふうに考えてますかね。もうそもそもそういう罠には陥ってないというか、あ、はいはい、まあ先ほども、まあ、僕はもう最初16の時に、はい、もう体感、嫌っちゅうほど体感したので、はい、あれなんですけど、それこそこの家って築何年ぐらいですか。築15年。15年でしょ、はい、15年ぐらい前のエコハウスっていうのは、はい、うん、この今皆さんちょっと木がこの辺のとか見えてられると思うんですけど、うん、木を使って自然素材を使ってたらエコハウスみたいな感じが結構あったんですよね、うん、で今でこそそういう感じってだいぶなくなってきたんですけど、例えばじゃあこのような住宅が日本中にこう、なんていうんですかね、年間100万戸建ったとしても、日本が使う、まあ、暖房で使う CO2 が増えないのかみたいな感じで考えたときに、増えてしまうんだったら、まあ、それをエコっていうのは無理があるだろうっていう、そうですよね、まあ、端的に言うとそういう感じですよね。なんでそれを気がつかないのかなって思う。でも今も気がつかない人が実は工務店さんとかでもプロでもいるので、そこが気がついてほしいなっていうところがありますよね。そうですね。だから今、例えばヨーロッパなんかに行くと、うん、例えば市役所の人と話をしても、はい、民間の人と話しても、はい、誰と話をしても2040年に CO2 排出量をゼロにしなければいけない、うん、そのためには私たちの業界はここまでエコにしなければならないんだよっていう話し方をどの業界の人もするんですよね、はい、うん、なので、まあ、こういった住宅が年間100万戸建っても、はい、まあ、大丈夫なのかどうかっていうのが本当の意味でのエコの定義かなというふうに思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ごめんなさい、田島さん、そこに座ってってもらっていいですか。そうですね。映る。面白いです、マスコットみたいな。誰やねんって話。はい。はい。じゃあ次ですね、はい。断熱の素朴な疑問です。これは私の動画でもすごく多いんですけれども、はい、断熱って何がいいのって素朴な疑問と、うん、まあ、断熱どこまですれば終わりがあるの、うん、っていうのはすごく興味があるなと思うんですけども、うん、はい、断熱は何がいいですか、はい、まずこの質問って、うん、一般の方からもよく受けるんですけども実は僕工務店向けの講演っていうのも本当年にそれこそ多い時は100回ぐらいやったんですけども、はい、工務店からですら多い質問なんですね、はい、うんうん、で断熱が何がいいかって何どういう視点で持っていいかっていうのがまず人によって違うんですよね、うん、はい、例えば価格一番でも万人にとって大事なのは、うん、価格あたりの断熱性だと思うんですね、うんうん、値段あたりの断熱性でも人によっては火事になった時に燃えにくいかどうかであったりとか、うん、はいはい、解体する時に自然に帰るのかどうかとか、うんうん、まあ、もっと言ったら製造時に出てくるエネルギー量使うエネルギー量のことを重視するとかっていうのもあるんで、うん、はい、そういうのを全部が、丸っていうような断熱材っていうのは基本的にはないんですよ、うん、なるほど。でもほとんどの人にとって大事なのはやっぱりいわゆる費用対効果コスパですよね、うんうん、でコスパっていうことで言うと、まあ、グラスウールかロックウールより安いものはないっていうのが、まあ、うん、一番、まあ、そうですね、これが万人向けの開花って言ったらあれですけど、うん、はい、8割の人にとってはそういうふうに言えるんじゃないかなっていう気がしますね。わ、はい、かりました、はい、まあ、グラスウールが一番コスパがいいっていう、ね、グラスウールとロックウールが相性がいい。でもそれに準ずる形で最近伸びてきてるのが、はい、現場発泡系の断熱材っていうやつで、グラスウールでロックウールって物自体は、まあ、ご存知の通り、はい、まあ、大谷さんはよくご存知だと思いますけど、はい、物自体はすごい安いじゃないですか、はい、でもすごく丁寧にちゃんと施工しないと、うん、まあ、ダメな断熱材なんですね。グラスウール自体は何も悪くないんだけど、うん、丁寧に施工しないと性能が出にくい断熱材でもあるんですよね、うん、だから僕はよく上級者向けっていう言い方をよくするんですけど、上級というか丁寧な施工をしようとすると、うん、結構その施工手間っていうのは意外とかかるんですよね、うん、なるほど。でそれをもう足して考えるんであれば、現場発泡断熱材っていうその次にコスパが高い断熱材と、もうあんまり費用対効果が変わらなくなってくるっていうところもあって、最近もう急激に現場発泡断熱材っていうのが増えてきてますよね。なるほど、なるほど、はい、まあ、それはそれでいいっていうことですかね。それがただいいっていうのが、まあ、東京大阪みたいな、まあ、温暖地では、まあ、特段問題ないかなと思うんですけれども、これもね、そういう現場発泡断熱材やってるメーカーさんは本社のレベルでは結構東北とか甲信越みたいな寒いエリアは一応内側に防湿シートを貼った方がいいよっていうアドバイスをしてるんですけど、末端の施工者になるといりませんよっていうことで売りたいがために、本社はそんなこと言ってないのに結構そういうことが、まあ、よくあって、そこら辺がちゃんとできてるんであれば、まあ、いいのかなっていうことですね。わかりました、はい、まあ、あとは終点、はい、
まあ、6地域、はい、ちょっと一番多い地域というところで限定で言うと、どれぐらいを、はいはいはい、これは僕いつも明快に答えがあって、はい、この本にも書いたような気がするんですけど、はいはい、何年住むことを想定してますかっていう話なんですよ、うんうん、はい、要するに皆さんが断熱性能を高くしようとするのは、はい、将来暖房費とか冷房費が安くなるだろうっていう想定があるから、うんうん、はい、断熱を最初にお金かかってもやろうとするわけですよね、うんはい、だから10年しか住まないのであれば、うん、そこそこの断熱でもいいんですよね。なるほど。で、10年から30年だったらこれぐらい、うん、30年以上住むんだったらこれぐらいみたいな感じで、うんうん、要するに長く住もうと思えば思うほど、はい、超高断熱にした方が、うんうん、あのトータルコストは安くなると。そうですよ、ね、だから、うん、断熱性能をどこまで持っていけばいいんですかっていうのも、うんうん、これもさっきの断熱材何にすればいいんですかと同様に、うん、工務店さんからも一番多い質問の一つなんですよ。そうですよね、はい、うん、ですけど僕が答えるのは何年住もうと思ってるんですかっていうこととイコールなんです、うん、この質問。なるほど、はい、だから住む年数が決まれば、うん、それを冬の間ずっと20度保とうとした時に、うん、シミュレーションソフトを使えば、それによって暖房コストがどれぐらい下がるっていうのが出るんで、何年で元が取れますよっていうのが出るんで、まあ要するに何年住むかっていうこととイコールだっていうことになりますね。はい、分かりました、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次の質問ですね。まあ断熱をしっかり終わったら、はい、じゃあ次に結構疑問になっていくのが換気ですね、はいはいはい、第一週換気がいいの、はい、一週換気がいいのみたいなのありますけど、はいはいはい、あとレンジフード、はい、の悩み、うん、結構こもっちゃうんじゃないの、うん、匂いが、うん、リビングに広がっちゃうんじゃないの、はい、っていうのがあるんですけど、はい、そこら辺はどう、はい、もう換気の話、これ今日そんなあの長く話すあれじゃないかと思うん で, うで、ね、軽くで軽く行こうとするとですね、はい、まあ3種と1種っていうのは多分僕がここで言わなくてもいろんな本やらネットやらに出てると思うんですけど、はいはい、まあそうですね、1種ってまあ一般的にはダクトを使うのを1種、うん、ダクトを使った熱交換のことを一般的には1種換気って言って、はい、最近も新しい方式としてダクトレスっていうのも出てきてます。ありますね、はい、で大体3種換気から1種換気に変えると、うん、プラス、まあ、なんやかんや物代プラス施工の手間とか入れると、はい、1棟あたり40万上がるっていうのが大体の相場なんですね、うんうん、で確かに1種換気にすると給地と言われる断熱性能は結構、うん、まあ、大幅に下がるんですね、うん、まあ、給地具体的に言うと 0.35 ぐらい下がるんですけれども、うん、まあ、正直間違いなく暖房効率は上がるんですけれども、うん、まあ、10年ごとに例えばファンのモーターを交換しないといけないとか、うん、まあ、フィルターを交換しないといけないとかっていう、うん、そういったメンテナンスコストのことも考えると、はい、まあ、10年間で、まあ、例えばだんだん毎年毎年少しずつ暖房費が節約できたと、うん、できたなと思ったらそれの交換でまた、まあ、振り出しに戻ってしまうみたいなところも実はあって、うん、結構国交省の人とかはそこをすごく重視してますね、うん、だから国交省ってあんまり正直一週換気とか進めてないっていうのがすごく伝わってくるんですけれども、あのダクト式の換気システムを使う場合は、うん、施工とメンテナンスを本当にちゃんと、うん、あのやるっていうことを前提にしないんだったら僕はやらない方がいいと思います。で逆にそこをちゃんとやる設計、うん、それから施工、それからお客様が住み始めた後にちゃんとフィルターを掃除するとか、うん、年に1回ぐらいは熱交換の膜をちゃんと確認するとかっていうところがちゃんとできるんだったら、まあ、やってもいいんですけ ど,、はい、どできないんだったらね、僕は逆にやらない方がいいのかなって思うぐらいですね。わかりました。はい、でレンジフードに関してなんですけど、はい、まあ、これは明確にこの本に書いたんですけれども、うん、あの実は国の基準とかを見ても、はい、レンジフードを同時給排気型にしなさいとかですね、はい、そういったことっていうのは書いてないんですよね、うん、国の基準書とかには、はい、でレンジフードってあの1時間にそれこそ600リューベイとかですね、うん、それぐらいの、まあ、一般の方600リューベイって言ったら分かりにくいと思いますけど、うん、1メーター角の空気を600個分外に吸い出すぐらい、うん、だから家の容積がだいたい普通の家って300リューベイぐらいなので、はい、1時間回すと、家の空気2回分全部入れ替えるぐらいの、うん、流量になるわけですよね、うんうんうん、で今の住宅ってそれなりに高断熱化、高気密化、うん、高気密化ですね、うんうん、してるので、うん、よくあるのがですね、うん、最近の玄関ドアって結構大きいんですよね、うん、幅が90センチの高さ2メーター35センチとかあったりするんで、うん、子供さんが帰ってきた時にレンジフードがついてると、はい、鍵開いてるのにドアが開かないっていうですね、うん、それぐらいの負圧が発生するので、うん、レンジフードを選ぶ時っていうのは必ず、同時給排気型っていうやつを選ぶか、もしくはそれができないのであれば、うん、レンジフードのすぐ近くにあのそれ専用の吸気口ですね、うん、だからここから入ってすぐレンジフードにこう行くようなっていうのをつける、うん、でそれがレンジフードがオフになったらもう連動してパタッとこうあの
うん、まあ、ドアが閉まるみたいな、うんうん、そういうタイプのやつがあるんで、うんうん、あのそのどっちかは絶対にやっておく必要があると思います。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございました。じゃあ次の質問ですね。今度は換気が終わるとですね、空調、うん、エアコンになってくるんですけども、はい、うん、これ難しいんですけど、エアコンは、まあ、この本にも書いてあるんですけど、はい、連続運転か完結運転、はい、もうどっちのがいいのって、はい、大体、はい、まあ、私も家は完成して1年後に行ってみると、うん、エアコン消されてるんですよね、うん、止めちゃダメだよっていつも言ってるんですけども、うんうん、これどういうふうに考えて、これまず、まあ、軽くでいいですけど、家によってもね、はい、すごく違うので、うんうん、僕らが作ってるような高性能住宅の場合と、うんうん、もう普通にこう、なんていうんですか、築30年のもう気密も断熱もないような住宅で、全然できるアドバイスが、できるというか、するべきアドバイスが違うので。なるほど。そしたら、はいはい、例えば UH 0.3 ぐらいの6地域、はいはい、6地域で、それぐらいの性能を持った断熱。うんうん、はい、家を作ったとしたら、はい、全館空調にした方がいいですかね、はい、それともエアコンだけに、全館空調っていう言葉がまたちょっといろんな取り方があるんですけど、うん、僕らは全館空調ってね、なんか普通の人からすると、うん、それ贅沢品じゃんみたいなイメージを受けやすい言葉なんですよ、はい、家中がダクトだらけになって、うん、なんかすごい大きなエアコンがついてみたいな、うん、という言葉は僕の中では結構 NG ワードにしてて、はい、要するにお客さんがそこまでいらんわって言ってしまう、うん、じゃなくて、まあ、エアコン1台もしくは2台で、うん、壁掛けの普通のエアコン1台もしくは2台で、うん、勝手に家全体が暖かくなったり涼しくなったりするよっていうのを、まあ、ここで言う全館空調と呼ぶとまずします、はいはい、で呼ぶとした場合に、やっぱ夏、梅雨時期から9月の、まあ、うん、要するに暑さが終わる頃までの時期ですね、うん、この時期は、梅雨時期は、ドライもしくは除湿っていう運転ですね、うん、はい、それから梅雨が終わっても暑さが本格的になってきて9月の終わりまでは冷房、うん、これはもう24時間回した方がいいです、うんうん、これは自分の快適性、要するに暑くないっていうことだけじゃなくて、うん、はい、カビとかダニがもし嫌なのであれば、うん、そういう、まあ、健康かつ衛生的な生活をしたければ、うん、そういう生活をした方がいいです、はい、で冬に関しては、うん、これ日本海側と、うん、それから、太平洋側、瀬戸内側っていう日当たりがいいエリアと悪いエリアでちょっとアドバイスが変わるんですけど、やっぱり日本海側のエリアって、うん、冬場この何て言うんでしょう、ずっと曇ってるわけですよね、うん、ああいうエリアは、うん、やっぱり24時間ずっとつけっぱなしにした方がいいと思います。なるほど、うん、でも、うん、僕らが設計してる住宅って南に結構大きな窓を通るじゃないですか、はいはい、そうすると晴れてる日って、うん、もう室温が別に暖房を消してても20度超えてくるんですよね、はい、それくらいまでの、うん、住宅になってるんだったら、うん、昼間20度超えてる時間帯はエアコンオフにしてる方が電気代は安くなります、うん、そうなんですか、はい、あ、なるほど、わかりました、ありがとうございました、はい、まあ、ちなみに全館空調って今いろんなハウスメーカーさんに出てます、ね、はい、あれはイメージ的にはどうですか、その断熱性能ちょっと、私はですよ、はい、これ言っときますけど私の考えですけど、断熱性能足りない上に全館空調入れてるような気がするんですけど、はい、どう？それはそういう家もありますし足りてて、はい、やってるとこもありますし、はい、でも今そうですね、僕が知る限り日本で30いくつの全館空調システムが、はい、もう工務店向けにブワッと発売されてるわけですね、はいはい、で、まあ、どれもがスタートが原価で130万スタートになるんですよね、はい、で130万ってなったらやっぱりどこの工務店さんも、はい、うちの家は全館空調できますっていうことをアピールしたいから、うん、ウェブサイトとかカタログには全館空調対応とかって書くんですけど、はい、うん、原価が130万するってことは、うん、施工費とか利益入れるとお客様出しで絶対160万以上ぐらいにはなるわけですよね、うん、そうなると大体ほとんどの工務店さんがオプション対応で上位の1割しか対応できないみたいな話になるんですよ。でも僕らが若かった、まあ、20年ぐらい前っていうのは、うん、全館空調っていうのは大体300万ぐらいやったんですよ。そうですね、そんなイメージですよね、はい、でもこの間あったんですけど、うん、築10年ぐらい経った全館空調入れた家っていう、うん、お客様が来られて、うん、もうそろそろエアコン壊れるから交換したいっていうことで、うん、それを見積もり出したら、うん、交換費用300万ってきたって言って、うん、で松尾さんなんとかしてっていうのを来たんですけどもうどうにもできなくて、そうなりますよ ね、 そう、そうなんですよ。だから、うん、特殊なシステムすぎるやつで、うん、冷暖房を組むっていうのはそういうことが起こるんだよ、起こる可能性が高いんだよっていうことは、うん、認識しておいた方がいいと思います。そうです、ね、はい、ありがとうございます、はい、静かにしてはい、じゃあ次の
質問ですね、はい、これは私がすごく興味が深いんですけど、はい、もうすごく断熱性能上げればいいじゃんっていう時代になりつつあるような気がするんですけど、はいすねはい、その時に冬場にオーバーヒートしちゃう家があったりすると、はい、それどう思いますか、はいはいはい、これもねやっぱり、うん、僕ら、まあ、本橋さんもね僕らのパシファージャパンっていう団体入ってもらってますけど、はいはいまあ、すごい超高断熱になってくると例えばこの間1ヶ月ほど前かな、はい、兵庫県の明石っていうところで見学会やったんですけど、はい、やっぱ昼間ね26度超えるくらいになっちゃったんですね、はい、無暖房なのに、はい、でまあ、正直その時に、一番本当は理想的なのはお客さんにもうそういう時こそもう T シャツ1枚になってくださいっていうのが一番理想的です。なるほどなるほど。でも、それでもまだ暑いっていう場合は、うん、やっぱりもう正直ドアをちょっと開けさえすれば、うんうん、もうそれも体格で1箇所ずつ開けさえすれば、うん、もう30分もすれば室温は当然下がるんで、うん、そうしたらオーバーヒートって一瞬で解決はするんですよ。なるほどなるほど。ただし、それによって、うんもしそれを窓を開けなければ、うん、その熱を夜に持ち越して、はい、夜使うはずの暖房費を節約できるはずだったものを捨てるっていう話になるんで、なのでそこまでの断熱性能とか日射取得性能になってる住宅に関しては、うんうん、その熱も無駄にしたくないっていうんだったら、はい、そういう住宅に関してだけはやっぱり蓄熱性能っていうのを追求していく時期に来てるのかなっていうことになりますね。なるほど、蓄熱性能か。そうですね。でもそこまで来た人しか蓄熱って言っても意味がないことなんだけど、なるほど。なんか日本の工務店さんでもそうですし、うん、それから一般の人も、うん断熱気密っていうのはものすごく効果があるのに、うん、地味なんでしょうね、うん、あんまりこう響かないんですよ。そうですね。でも遮熱蓄熱っていう言葉は、ね、なんていうの断熱気密に比べるとすごく効果が弱いのに工務店さんとかものすごい受けるんですよね。受けます。それは多分本橋さんの感覚あると思うんですけど、はい、でも本当かなり上級のレベルに来た人しか蓄熱っていう行く意味がないっていう、うんはいはい、そういうもんなんですね。なるほど、わかりました、はい、もうこれ以上になるとマニアックになっちゃうんでここだよ。でも私は後で聞こうかな。はい、じゃあ次の質問ですね、はい、まあこれはもう私がちょっと思うんですけど業界まず、はい、まず制作もそうだし、うん、まあ、作るビルダーもそうだし、うん、なんか断熱気密をできるだけしない方がいいよみたいな方向に向かって抵抗してるような気がするんですけども、うん、どう思いますか？ああ、いや、抵抗っていうのは、うん、それはあれですかね、去年、省エネ基準義務化しようとしたのが、ね、飛ばされたことから来てます。飛ばされた。はい。はい、うん、それね、いまだにあれ誰がどう抵抗してああなったのかっていうのが、うん、僕もはっきり分かってないんですけど、うん、でも国交省のあの会議に出たらちょっとね、なんか仲のいい先生によるともうほぼできレースっぽかったっていうのは聞いてます。で、まあ、正直、まあ、僕の本にも書いてますけど、うん、まあね、某愛工務店さんっていうすごい断熱頑張ってるね、うん、大手工務店さん、工務店というか住宅メーカーですね、はい、あそこなんかがすごく頑張ってる。でそこだけがまあすごく売れてると、はい、でそれ以外のところが大手住宅メーカーはもう全部売り上げが落ちてしまってるっていうのが、そうですね、そうですね、うん、現実なんですけれども、うん、まあそれ以外 その住宅メーカーの人も結構僕の講演聞きに来てくださったりするんですけど、うん、やっぱりもう社内的に他の住宅メーカーさんはもう断熱で、うん、アイコン無点と戦っても、うん、もう絶対勝てないと認識してるのでもうそこでは戦うなっていうのは、うん、もう社内的にやっぱ内示が出てますね、うん、で抵抗してるっていうわけじゃないのかもしれないですけど、違う売り方をしようとしてるって感じですね。そうです。でなぜ僕は断熱を上げないのかなと思ったんですけど、はい、僕も若い頃住宅メーカー勤めてたんで、うん、住宅メーカーの内情ってまあまあ知ってるつもりなんですけど、うん、大手住宅メーカーってね絶対研究所っていうのを持ってるんですよ、はいはい、でその研究所っていうのは、うん、何を研究してるのかって言ったら、うん、よりお客様のためにいい住宅を作ろうっていう建前はあるのはあるんですけど、うん、それよりもやっぱり自社がクレームを受けないようにしようっていうことの研究をめちゃめちゃ一生懸命やってるんですよ。だからそこの研究は住宅メーカーはすごいですよ。だから雨漏りとか耐久性構造に関する研究はやっぱり住宅メーカーはすごいと思うんだけど、断熱気密はそういうこととはちょっと違うんですよね、まあ、寒いやんってクレーム来てもそれ絶対直さないかんっていう項目とかとはちょっと違うので、だからあんまり力が入らないっていうのと、仮にここから断熱を上げていこうっていうふうに、うん、まあ、一条追い越せみたいな感じで、うん、やったとしても、うん、今一条って言っちゃいましたね。一条工務店今ここにいるんですよね。はい、でほとんどの住宅会社が住宅メーカーがここにいるんですね、うん、でかなり彼らなりに頑張ったとしても、
ここまでしかいかないんですよ。ほんならこのコスト上がって、はい、でも全然負けてるやんってなったら、もうそうやったらコストアップにしかならないやんっていう話で、多分そこが一番大きな理由じゃないかなっていう僕気は僕はしてます。なるほど、すごいよくわかりましたありがとうございます、はい、じゃあこれで一応終わりになりますので、はい、あと一つだけ聞きたいんですけども、なんか機密性能の基準がなくなったというか、はい、それってどういうことかなんか知ってますか？ああ、それね、いろんな話があって、この間も実はちょうど先月ですね、はい、その基準を決めた人たち、10人ぐらいと一緒に食事する機会があったんですけど、その決めた人と話してでも分かりにくいところがあったんですけど、はい、でも、C 地の基準って、はい、それこそこういう温暖地では5以下、うん、それで、東北とかそういう寒いエリアでも2以下っていうふうに言われたのは、うん、はい、多分本橋さんもご存知だと思うんですけど、はい、でも5って機密測定ができないレベルですよね。そうですね、ギリギリですね、うん、はい、で2って言っても今2やってるから高機密なんていう会社なんかないじゃないですか、はい、でも何年くらい前からかな、15年くらい前からだと思うんですけど、はい、外部は合板みたいなものを貼って、はい、内部は石膏ボードを貼るっていうのがもう常識になってきたじゃないですか、はい、うんうんうん、それによって特段こう丁寧な機密施工っていうのをしなくても、うん、実質今ね建売り住宅でも外側に免材を使ってる、はい、住宅会社さんで、はい、結構 C1 2から 2.5 ぐらいは出るんですよね。あ、そうなんですか、はい、それによって、まあ、もうそれくらい出てて、うん、適当に何も、うん、そんな特段の機密施工をしなくても、うん、2.5 ぐらい出るんだったら、うん、もう別に消してもいいんじゃないみたいな。なるほど。なんかそれが一番大きそうですね。あ、なんか闇があるんじゃないかなって思ってたんですけど、うん、っていうわけでもなさそうですね。わ、はい、かりました。ちょっとこれだけ聞きたかった。はい。はい。まあ今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。